阿木川ダムは、岐阜県江な市、東の小さき、木曽川、水系阿ギ川に建設されたダムである。大井ダムの直下流部で木曽川に合流する阿ギ川は、その流域面積における、年間降水量が2000ミリメートルと比較的大きい、ことから、古くから、岐阜県東農地域東部の上水道や、工業用水道に利用されていた。だが、 大雨の際にはすぐに増水し流域はたびたび被害を受けていた。治水対策も江那市街を管流していることから、堤防整備も困難で、国道19号や JR 東海中央本線、中央自動車道が通過していることもあって、万全の治水対策が求められた。一方、名古屋市を中心とした中京圏は、戦後人口の増大。 中京工業地帯や東海工業地域の拡張などを受け上水道、工業用水の需要が高まった。このため、愛知用水を建設し水需要に応えようとした。だが、これ以降も水需要は増加の一途をたどり、水源の薪をダムだけでは不足するようになった。また、田治見市を中心とした岐阜県東濃地域は、水の瓶が悪く、たびたび渇水の被害を受けていたが、 基礎川からの取水は、環境水利権や発電用水利権の権利が優先されていたこともあって中流部での取水は事実上不可能であり、小規模なため池を多く建設して対処せざるを得なかった。こうしたことを背景に、農林省は考えを目的に、岐阜県は、東農用水事業の水源として、新規利水,水獲得のために阿岐川へのダム計画を、 開始したが、1967年に、事業は建設省中部地方建設局に継承され、この計画に沿って1969年特定、多目的ダムの建設を計画した。すでに1966年基礎川水系は、水資源開発促進法の施行で、水資源開発水系に指定されていたが、1973年3月に、 基礎川水系水資源開発基本計画の一部変更があり、この時に事業が水資源開発公団に継承された。こうして地水取水の機能を兼備した多目的ダムとして、阿木川ダムの建設事業が開始されたのである。阿木川ダムは当初1985年の完成を目標として事業を行っていたが、江名市の東の中津川市の小瀬、 江名郡岩村町の小沢の住民30世帯がダム建設に伴って水没対象となることから住民はダム建設に反対を表明した。江名市の中心に近く交通の便も良いことから住民の反対運動は激しく進捗が滞った。これに対し1973年に施行された水源地域対策特別措置法の 第一回指定対象ダムとして1974年7月20日に指定された。以後水源地域対策としてインフラの整備や保証金額のかさ上げなどが行われ、保証交渉も妥結し本体工事を開始、21年の歳月をかけて1990年完成した。ダムの形式は中央土質射水壁型ロックフィルダム、高さは 当初100.0メートルだったが102.0メートルに、かさ上げされ、最終的に101.5メートルへと落ち着いた。停滞が曲線を描いており、上空から見ると、ややアーチ型である。目的であるが治水については、ギ川及び、基礎川中流部、下流部を対象とした、洪水調節を行う。丸山ダムなど基礎川水系の多目的ダム群ともに、 洪水調節を行うことによって基準点である犬山地点における計画洪水流量毎秒を1万6000トンから3500トンをカットして毎秒を1万2500トンへと抑える。また不特定利水として基礎川の流量を正常な状態に維持する河川に維持放流を行うことで基礎川の河川生態系を維持し基礎川流域農地への環境水利見分の用水確保を行う。 利水については、牧尾ダムや溝川ダムとともに、愛知用水の水源として、名古屋市をはじめとする愛知県を尾り地域と、北半島への上水道と工業用水道を供給するほか、岐阜県への東農用水の水源としても利用され、田治見市、土木市、水波市、江名市、中津川市の越への上水道と工業用水を供給する。名古屋市、北半島及び、 岐阜県東濃地域の水亀として重要な役割を担っており、1994年の渇水では貯水率が下がったことから、北半島では1日19時間断水を余儀なくされるなど、揚川ダムの貯水量は東海地方に対する影響が大きい。揚川ダムと揚川湖揚川湖上にかかる国道257号、揚川大橋揚川ダムによって形成された人造湖は、 アギガワ湖と呼ばれている。ダムウガンには、資料館、レストラン、公園等の周辺整備がなされ、エナ市民の憩いの場となっている。また、水質保全のための故障の大噴水や夏の花火大会も目を楽しませる。淡水前には、固定で、コンサートも開かれた。2005年には、エナ市の推薦によって、大井ダムとともに、財団法人ダム水源地環境整備センターの、 選定するダム子百選に選ばれている。付近には、エな郷のほか女城主で有名な、岩村城や日本大正村、美濃焼、織部焼の窯元が集中するとき、水波みがあり、孫目め塾、妻子ま塾、博物館、明治村、犬山城も、比較的近距離にある。東農地域の観光地として訪れる人も多い。アクセスとしては、中央自動車道。 エナインターチェンジより、国道19号を経て、マサイエ交差点より、国道257号へ入り、岩村方面へ直進すると到着する。公共交通機関では、中央本線エナ駅より、東濃鉄道バス、東野駅方面に乗り、東野向こう島で、下車、徒歩15から20分で到着する。ありがとうございます。